さてさて、小笠原諸島母島からですね、父島に戻ってきたよというところからスタートしたいと思います。まあね、母島から戻ってくる様子、また母島の様子なんていうのはですね、別の動画で出しておりますんで、もしよろしければそちらチェックしてみてください。ということで、今映っておりました母島丸に乗りましてね、午後2時14時にですね、父島に戻ってまいりました。で、今正面に見えております小笠原丸に乗り換えてですね、東京竹芝に戻るんですけれども、まあ数十分まだちょっと時間がありますんでね、近所のショップに行きまして、お土産とかお酒とかをちょっと調達しようということで、お酒といえばレモンドあるかなと思ったんですけど、これビールの品揃えすごいんですけれども、残念ながらレモンドは見当たりませんでした。ということでね、お店を出てお土産をいっぱい両手持ってですね、小笠原丸の乗船待合所に向かいたいと思います。いや、このメインストリート湾岸通り到着した日にね、ゲンチャリを借りて楽しく走ったなーなんてね、まあ2日3日前のことなんですけど、ものすごい懐かしい気がしましたねあともう帰る日になって突然晴れんでもええやんかいなと、まあでも雨のね小笠原もなかなか楽しかったですけれども、さあ二見港に戻ってまいりました。やっぱり船が出るとき、船が着くときっていうのはね、ここすごい人になるんですね。という人混みをかき分けですね、もう乗船時間になっておりましたんでね、小笠原丸の乗船口にやってまいりました。今からまた24時間の船旅が始まります。帰りはね、どんな旅になるんだろうなんてことで、ウキウキワクワクしながらね、船に乗り込みました。で、帰りのお部屋なんですけども、帰りもね、行きと全く同じお部屋です。特等室になるんですけれども、704号室という全く同じ、本当に同じお部屋になります。ですんでね、お部屋の中の紹介なんていうのは往路行きのね、船の動画別で出しておりますんで、そちらチェックしてみていただければと思います。というわけで、全く同じお部屋に荷物を置きましてね、まあずっと置いといてもよかったんちゃうかなと思うぐらいでしたけども、荷物を置いて、まずはこのね、特等室専用のラウンジ、こちらでコーヒーをいただきましょう。まあコーヒーの他にもね、お水やお茶なんかも飲み放題って言うとちょっとあれですけども、まあコーヒーを入れてですね、デッキに出て、小笠原名物出港の感動的なお見送りをですね、堪能したいと思います。まあデッキに出てみるとね、もうすでに外にはね、たくさんの人が待ってくださってるんです。でこれね、出港した後すげえ、本当にね、今までの船旅の中で一番感動しました、でそんな模様をですね、私がベラ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 喋るよりも生の音声で楽しんでいただければと思いますんで、まあ、テロップのみでね、ここからしばらく感動の出港シーンをお楽しみください。
というね、なんとも感動的なお見送りをしていただきました。もう20分ぐらいね、ずっと船で並走してきてくださって、ありがとうとか、行ってらっしゃいとかね。いや、今編集してでもちょっとうるっときましたね、というわけで、気を取り直してじゃないな、いいものを見せていただいた後、素晴らしい体験をさせていただいた後は、やっぱりビールやろということで、7階の母島ラウンジにやってきまして、ビールとカレーでございます、小川さんは唐揚げとポテトでございますということで、ちょっと腹ごしらえをしてですね、お部屋に戻ってぼさーっと映画を見て過ごしておりました。さあ、お時間が午後の7時25分、19時25分になりました。ボケーっとしてるだけでもね、お腹減るんです。ということで、晩ご飯、今度は5階にありますレストラン父島にやってまいりました。とりあえずは乾杯からスタート。なんかね、真ん中のアクリル板が結構大きいんで、面会室みたいな感じでね、楽しかったですね。晩ご飯に選びましたのは、白身魚のフライのチーズがけでございます。いいっすね。フライをソースで食べるのもいいですけど、こういうね、チーズとトマトソースで食べるっていうのも、ご飯が進むし、ビールも進むと、ザックザクで美味しかったですよ。というわけで、ビールを1回おかわりしてですね、ビール2杯目飲み終わったところでペロリでございます。いや、美味しかった。で、この辺りからですね、船が異様に揺れ出しました。人生最大の揺れでしたね。もう立ってることすらままならないというぐらいね、どっかんどっかん言いながら揺れ始めました。お風呂にお湯を入れても全部溢れる、三脚を立ててビールを飲もうと思っても三脚が吹っ飛んでいくということで、撮影続行不可能ということで、もうさっさと寝てしまうことにいたしました。おはようございます。朝の7時過ぎ目覚めました。昨晩はすごかった。船酔いは大丈夫でしたけどね、生きた心地がしなかったです。なんかこう、1階と3階をなんかもう行ったり来たりしてるみたいな感じで、朝これだいぶマシになってこの状況ですよね。ドカーンって行くんですよ。で、このお部屋がね、船の前の方にあるんで、波にボカーンとぶつかってガーンと乗り上げてね、ボカーンとかバーンとか言ってますけどね、ドーンと乗り上げてドカッと下に落とされるみたいなね、そういう揺れがずーっとね続いておりました。でね、これね、朝ごはんはちょっともう危ないなと思ったんで、ラウンジでね、コーヒーをいただくことにいたしました。小川さんはですね、朝ごはん食べに行ってたみたいで、もう味噌汁は吹っ飛んでいくわ、お水はこぼれるわで、もうえらい騒ぎやったと、そうおっしゃっておりました。僕はね、コーヒーを飲んでですね、その隣にあるこの高性能高機能マッサージチェアでマッサージと。でもね、船が揺れてる時に、ね、しかもこんな思いっきり揺れてる時にね、マッサージはやめといた方がいいなという学びになりました。はい一体誰が得する情報やねんということですけど、お部屋に戻ってきましてですね、ちょっとずつね、揺れはマシになってきました。もうね、伊豆諸島の、この近海を通っていくというあたりに入ってきてますけども、とはいえまだね、ゆっさは続いております。でもね、お腹って減るんですよ。いくら船が揺れててもお腹は減るということで、またレストラン父島に今回の船最後の食事、お昼ご飯を食べにやってまいりました。お昼ご飯は島塩ラーメンです。あっさりした塩ラーメンをですね、ちゃちゃっと食べてお部屋に戻ろうと、そういうことでね、ラーメンにしました。やっぱね、ラーメンは裏切らないです。いつどこでどんなラーメンを食べても美味しい、というわけで、もう一目散に汁を飲むかのごとくラーメンをペロリでございます。そしたらね、たまたま小川さんがやってきてですね、で、宴会がスタートして、結局この後ポテトフライとビールを追加して、ごちそうさまでした。お部屋に戻りましょう。さあ、どんどん東京に近づいてきましてね、今羽田空港沖を順調に航行しております。もう波も静かになりましたね。平和が訪れたという感じで、平和な船の部屋からですね、飛び立っていく飛行機、着陸する飛行機をぼさーっと眺めておりました。いや、しかし昨晩から今朝にかけてはね、もう壮絶な揺れでしたね平和が訪れた室内でございますけれども、あのね、これ下船してからいろいろ知ったんですけど、この日太平洋側を走ってるフェリー、これね、全部欠航になってたみたいですね。そんな中をですよ、荒波を乗り越え、どっかんどっかん言いながら
小笠原丸は東京竹芝に戻ってまいりました。さすが小笠原諸島と本土をつなぐ大動脈、なんかね誇らしい気分にすらなりましたね。でそろそろねもう着きますよということなので、荷物をまとめて4階の乗船口下船口まで降りてきましたけどね。これも今回知りましたけどね、小笠原丸名物、接岸前にドア開けながら走ってるやん状態ということでね、すげえすげえなんて思いながらね、押すなよ押すなよってこのね係の方が言ってるような、そんな気もする。そんなことないか無事竹芝に到着いたしました。ということでね、1時間30分遅れ、25時間30分の船旅になりました。でもあの状態の海で1時間30分わずかそれだけの遅れでね着くって、やっぱりねこの小笠原丸っていう船はすげえなというのを改めて感じたこの袋でございました。まあね、往路、袋、そして小笠原諸島のねこの滞在、どれも全てね素晴らしい思い出となりました。今回の旅の模様は以上でおしまいとなります。今回もね最後までご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければねチャンネル登録をして、次回以降の動画楽しみにお待ちいただけましたら幸いにございます。ではこの辺りでお別れいたしましょう。また次の動画でお会いいたしましょう。ではでは、さよなら。